考えて伝える極意ですね。これをお話ししようということでございます。考えて伝えるっていうのはめちゃめちゃ重要なのかなというふうに考えております。長く話さないと人って理解し合えないよね。だから長く話すの重要よねと。ただ一方で長く話すと話が何やってるか分かんなくなると。だからポイントの部分は1分で話せるようにしようねということでございます。社会人において仕事においては知識だけあっても全く仕事にならんわけですよ。じゃあ何が必要なのということで、その土台の部分として聞いて考えて伝えるという、まあ、これが必要になってくるわけです。当たり前ですよね。当たり前なんですけども、ここの部分皆さん鍛えてますかということであります。でそもそもですね、いや考えて伝えるということなんですけど、私たちは何のために伝えるんでしたっけと。聞き手に動いてもらうということであります。聞き手に動いてもらうんですね。考えて伝えて聞き手に動いてもらう。だから伝えておしまい、ね、伝えろと言われたから伝えるだけではないんですね。動いてもらうってことが大事だから、どうやったらうまく話せるか、もうどうでもいいですよ。どうでもいい、そんなことは今日金輪際忘れて、今日思って聞き手を動かすんだということを意識していただければというふうに思います。耳を傾けて聞いてもらったとしても理解してもらえたとは限らないということですね。皆様方がやらなきゃいけないのは、右下の腹に落ちて行動しようと思ってもらえるっていうことが目的です。いいですか。だからこれは聞いてもらう必要があるし、耳を傾けてもらう必要があるし、そして理解してもらう必要があるし、賛成してもらう必要があって、その上動いてもらうということが必要になるわけですね。だからこれもうめちゃめちゃハードだ。それを決めるのは聞き手だということです。そういう、ね、難しさがある中で相手を動かしていくということが大事になるわけです。重要なもう極意の前の極意ですねを2つお話ししておきますけど、当たり前ですけど、1つは聞き手のことを考えるってことですね。聞き手がどんなことを、まあだからどのくらいの年代層でどんなことに興味があって、どんな認識があって、例えばね、まあ能力はこんな感じで、それで今どんな思いでここに来ていて、悩みはどんなだなんだろうと、相手によっていろいろ表現は変えるということであります。そしてもう一つ目は、どこに動かすかを考えるということですね。え、動かす、だからまあ最終目的を達成するってことでしょ。まあ最終的にはそうです。だけどもそれだけではなくて、例えばですね、営業活動において言えば、僕のことを印象付けてもらって次回アポが取れたらいいっすよねっていうのがゴールかもしれないし、自分が宣伝するプロダクトの内容をまあ頭出ししときたいよね、頭出しして聞いてくれるっていうことがゴールかもしれませんし、どこに動かすか考えるとは、どこまで動かすかとも言い換えることできると思うんですけど、そういうことをまずは当然考える必要があるなということですね。これは極意の前の極意であります。アイドマ、消費者が物を見てから実際に行動に移すまでのフレームワークですね。それを意識した伝え方で聞き手を動かそうということであります。これがね、要するに考えて伝える。まあ、例えばプレゼンテーションとかするときも全く同じことが言えるわけですね。全く同じことが言える。つまり、これがマーケティングだと同じだというふうにご認識ください。一つ目、アテンション。注目してもらう極意です。会議とかでプレゼンするとき10分だったり、30分だったり、まあ、場合によって1時間ね、話を続けるわけで、注目し続けてもらうということが大事なんですね。そのために聞き手を迷子にさせない。ね、聞き手を迷子にさせないための極意は、こちらです。すっきり簡単にすると、字数は少なく、文章は短く、言い切る、そして簡単、中学生でも分かるような簡単さと。人を動かすためには正しいねでは動かなくて、あーそれね、いいね、やろうっていうことが必要なわけです。あなたがこれから考えて伝えようとしているコンテンツはあなた一番好きですかということですね。これができなかったら、人に情熱は伝わらないし、結果として人はアクションしないということですね。そして自信です。喋る練習ってしますかってことですね。だって相手を動かさなきゃいけない。相手を動かす時には徹底的に準備して、徹底的に練習して、で自信を持って臨むということ、当たり前ですよねと。これが私の考えて伝える極意の決定版であります。ぜひね、これで相手を動かす、考えて伝える極意、それを皆さんに習得していただければなというふうに思います。